周王国は、かつて日本の地方行政区分だった、両制国の一つ。山陽道に属する。藤原軍目間に、周方国、周王国と表記。平城軍目間に、周薫国、周王国と表記。7世紀に、周薫国として設けられ、7世紀末に、周王国に改称した。日本書紀では、天武10年の、周薫国、赤亀を貢図が、初見で、続日本紀では、文武天皇元年に、周王国であるが、翌年には、周薫国近同公となっている。しかし、文武天皇4年には、周王総領任官の記述があるのでどちらも使われていたと思われる。読みは長く、周王、破行天虎が起きる前は、すわ、うと言われてきた。周薫を、すわと読むか、すわ、うと読むのか定説はない。古代の日本語では、母音が連続することはないため、すはうという読みは不自然であり、当初は、すわと同じく、すわと読まれていたと考えられている。明治維新の直前の領域は、防府市、下松市、岩国市、甲市、柳井市、周南市、大島郡、久我郡、熊毛郡及び、山口市の大部分、宇部市の一部にあたる。国絵図、慶長、荘法、元禄、天保古代には、大島国造、周王国造、白木国造、戸土国造、沢方主が設置された。しかし、白木国造は設置時期の伝承や、近隣の沢方主との関係に疑問があり、宝木国造の重複記事と見る説もある。その後、これら国造国と県が合併されて、律令国として成立し、大島郡、熊毛郡、角郡、沢郡、吉木郡の5郡からなったが、養老5年に、熊毛郡から久我郡が分けられ、6郡となった。7世紀代と考えられているが、光市大和町と田伏町の境にある標高約360メートルの岩木山に山城が築かれた。これが学術用語でいう口語石という遺跡である。岩木山には延喜式内社である岩木神社が、山頂に鎮座しその本殿は国の重要文化財に指定されている。周王国は中世に入っても勢力の変遷は少なく、執権北条氏一族の支配から幕府滅亡によって大内氏の支配が続き、中世末に入って毛利氏の領国となって明治維新を迎えた。周王国府跡国府は沢郡にあった。現在の防府市土井八町と推定され、関連遺跡の発掘が進んでいる。合計45卿、周王守周王助鎌倉幕府室町幕府。ありがとうございます。